これらのモデルはですね、すべてこう Google 3D ギャラリーというところにあるモデルをそのまま使って、このスケッチャーズスタジオでアニメーションさせている状態です。で、こういうアニメーションを作るのもですね、通常であればまあ何日もかかったりするんですけれども、大体1日もあればですね、まあ、ちょっと慣れてくればもう数時間でこういったアニメーションが作れるような感じになります。で、まあ、このスケッチャーズスタジオの特徴というのがですね、それぞれの 3D モデルにオンボードカメラというのが付けられるようになって、でそれらをですねシーンごとにいろいろ組み合わせをして、この時はこのボードカメラで、表示したりとか、そういったものをですね、制御できるような仕組みになっています。で、まあ、それぞれのですね、オブジェクトというかモデルが、まあ、主人公みたいな形になってまして、再生するときにですね、まあ、再生方法を変えれば、一つの 3D のアニメーションがいくつものシーンから見ることができて、いくつも通り そのアニメーションが楽しめる、まあ、そういうような形になっています。でですね、メインの画面というのがこのような画面でして、皆さんもご存知かと思うんですけども、ガレージバンドですね、ガレージバンドみたいな操作性で、簡単に 3D のアニメーションが楽しめるというような形になります、まあ、操作性に関してもほとんどショートカットの類もですね、ガレージバンドに準拠したような形になってますので、皆さんもですね、もし体験版とか無料でダウンロードできるようになってますので、ぜひ試していただければと思います。じゃあどうもありがとうございました。